ソードアートオンライン世界を。あ、キリトいらっしゃい。来てくれたのね。滑り出しにしてはまあまあね。いい感じの店でしょ。ちょうどこの物件が残っていたのよ。前みたいな水車がないのは残念だけどね。思えばあのお店でキリトの片手用直剣を作ったっけ。結局あれより強い剣は作れなかったわ。あれ、あんた剣はどうしたの？そうだったんだ。ううん、嬉しい。だってあの剣を作った時からずっと使い続けてくれたってことじゃない。私の作った剣が消えてしまうまでキリトに使ってもらえていた。それだけで十分よ。ダークリパルサー、暗闇を払うものだったわね。何かっこいいセリフ言ってるのよ。そんなことを他の子に言ったらアスナに怒られるわよ。ともかくあんた今剣が一本足りないんでしょ。私が作ってあげてもいいんだけど。ただし条件があるの。私のスキル上げに付き合ってほしいのよ。ほら、事件のせいで家事の上級スキルがなくなっちゃったって言ったじゃない。だからまた上げ直さなきゃいけないのよ。それがないと鍛冶屋としても半人前だし、それにキリトの剣も作れないし。え、本当に？あ、ごめんキリト攻略もあるし忙しいかなって思ってたから。あ、私のために。ああ、そういう意味ね。まあとりあえずありがとうキリト。じゃあこれからは時々でいいからお店に寄ってもらえる？来てもらえたらその時スキル上げに付き合ってもらうから。無理して来なくてもいいからね。うん、待ってるからね。いらっしゃい。しました？ごめんなさい。
どうしたの？どうかな？よろしく、キリト君。よなんだ？よし。攻略会議を始めましょう。それではボスの攻略に向かいましょう。
うん、